やべえ、殺される、殺されちまう、ちょっと多い多い多い、敵が多い、漏れないってもどこにあるか分かんねえし、ふしゅふい、ふしゅふい、体力消耗なんで、おお、うわー、まだ追いかけてきてる、しつこい、やめてくれ、殺さないでくれ、やべ、おお、飛ぶね、避ける、うー、俺の死体が見つかんねえな、どこ行ったんだろう、あー、やべ、スタミナが、くそ、こいつら、ひたすら俺に来るじゃねえか、この野郎。やべえ、あの人スイーティーとしてる、スイースイー、まあきっとあのグラフィックの負荷をなんかちょっと抑えるためのモーションなんだろうけど、ただ滑って移動してるようにしか見えないっていうのがちょっとなかなかに怖いね。あー、あった、俺の死体、これこれ、おお、帰ってきた我がアイテムたち。しかしあれだな、これ作れねえと実際ちょっとやばいんだけど、獣の皮的なやつ、一応俺4枚持ってんのか、一体どっから手に入れたんだ、どこで、俺はどのタイミングで、わ、腐ってる肉持ってる、何これ、以前はともかく今食べられそうにない、これはいらんな、ドロップ、さりげにいろいろ拾ってたんだな俺、とりあえずこの辺装備しとこう、はあ、ん？ん？お？なんか、おぉ、すっげえ気持ち悪いことになってる。いや、なんかさ、長押ししたら、なんか強攻撃みたいな感じなんだなと思ったんだけど、もう、モーションしょぼいな。あ、本来はこうなのか。でもなんで、今なんでああなったんだ、こうして、え、今なんでああなったんだめっちゃキモかった。怖ーい。そしてハゲ頭が眩しい。ん？うわぁ、ワニだ、ワニだ、ワニ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 とか絶対強いやん、ワニとか絶対強いやん。なんか剥ぎ取る術がなんかあればワニもワンチャリかもしれないけど、くそー、某森だったらこんなやつ余裕なのに、うー、あー、壊された、うー、ふん、ふん、ふん、いけ、ふん、よし、ふん、ていっ、ういて、そんな膝をつくような感じ、おお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 お、死んだ、どういうことよもう、あ、コウモリさんがいる、何こいつ、なんか食ってる、こいつさ、なんか最初に飛んでっちゃうやつじゃない、ほれ、あ、ほらほら、これあれなんだ、多分バグってる、これなんか最初に来た時になんか飛んでったコウモリさんで、本当はこいつなんか違うんだよ、本当はいいリアクションって言ったけど何も出ねえし、こんなやつなのね、これは何なんだろう、なんかストーリー上関係あるんかな、なんか今もう見るとなんかすごい危ない絵面になってるけど、これ大丈夫かしら。そういえばさ、このゲームさ、実はTNK がさ丸見えにできる設定あるんだよね、まあ、女の子だったら MNK になるんだけど、でね、そう、ここのさ体つきの長さっていう設定があるんだけど、ここで実はねこう長さをねこう長くしてこう短くしたりしてこのね短くがねもうねこれ小さすぎるやろ、短小やろ、もうすっげえ太い、すっごい太い、こんな風になんかもうほんと、おお、ちょっとね、TNK とかのやつを紹介してたらね、また全部リセットになっちゃったんで、また初めからになっちゃってるんだけど、まあ、この道中に少しアイテムを拾いつつね、でちょっとね、次はね、もうちょっとね、サバイバルを頑張っていこうかなと、ちょっといきなり戦闘すると、このゲーム結構戦闘まだむずいからさ、もうちょっといいね、生き残ることを考えようかと、でそこで徐々にこうパワーアップしていって、でそこからね、こういろいろとまた戦いにも参入していこうかなと。あとね、パッチがいろいろ当たってね、前まで神様何言ってるか分かんなかったけど、字幕とか入るようになってね、あ、ほら、この辺もなんか前まで拾えなかったけど、拾えるようになってる。この足なしおじさんのね、やつ。うん、あ、でもこのリーディングに関しては別に字幕ないから、この辺はまだちょっとガバガバやんな。あ、レベル上がった。よし。だから今回は、この生産法のやつで、まあ、これ、あれ、これじゃないな。あ、俺マジで食人のやつにしてないんじゃないか。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっともう一回、神が食人になってなかったから、ちゃんと変えたわ。で、これがね、今言ってた字幕。こんな感じでね、前より分かりやすくなった。まだ英語字幕だけどね。今後これもきっと日本語に適用していくのでしょう。
いやとりあえずさっきも言った通りサバイバルを頑張っていこうかな。 あとねもう一個ねサーバーの設定でね収穫率的なやつをね倍にしてる。ちょっとねいろいろとこう結構物が必要なゲームでさ、まあ俺のプレイできる時間とか云々も考えてちょっと倍ぐらいにしといた方が気持ち的に楽かなってことでね、そんなのチートやチータやーってちょっと認めんぞって人もいるかもしれないけどちょっと許していただきたい。まあ変えたそこだけだから倍にしてんのはね。あ、なんかあいつ食ってるとこ違う。あ、こういうパターンもあるんだ。でそこでガオンって言ったところ別に襲ってこないから怖くねえんだよな。よし、ちょっとまた喋りがうぜえからこの辺は飛ばしつつまたいろいろ揃うまで頑張るぜ。あとね俺もね動画見直したりみんなのコメントを見て気づいたんだけど、ちゃんとねこういう死体からね剥ぎ取れるわ。こうやって攻撃するとよく見たね。ほらなんで俺気づかなかったんだろうって感じだけど、ほら右下にちゃんと骨とかね肉とかね皮とか取れてんだよね。でフッて消えるっていうそう取ると消えるんですね。いや便利な世界だね。あこれもだからこいつもなんか取れるんじゃないの。ほらあいいね、あいいぞ。こんな感じで食料とか皮とかも取れるから、前までこの材料どう手に入れるんだろうとか思ったものとかも結構これで手に入るんじゃねえかなっていうね。あれ前ステータスって日本語でちゃんと表示できてたっけ。こういう説明前はなんか英語だった気がするけど、この辺もして日本語かなった。食料の代謝に影響する。なんかな筋力とかつけてえけど、実は地味にこの辺の生存とか大事なんじゃねえかなっていうね気はするんですよね。健康の尺度、速度、移動、ちょっとこの生存上げてみるか。これで結構意外といけんじゃねえの説が。でまあどうせこの感じだとまだリセットとかできるから、とりあえず上げとこうぜ的なね感じでいこう。よし、やばい、スライディングしてきた、スライディングしてきたぞあいつ。スイー、ちょっとねまだねピーポーと戦うには俺はまだ強くないからね、ここは少し逃げさせていただくぜ。とりあえずいろいろと学んだこととして、おお、ワニゲーターがいる。いやあいつ二刀流じゃん、かっけえな。おやばい、しょだ、あ危ない、誤操作で死ぬ、誤操作で死ぬ、ピョーン。あーまた固まる、水いつもここら辺固まるな。おお、なんだこれ、すげえスカイフィッシュがいっぱいいる。おおこの状態で攻撃するのもなかなか気持ち悪いな。 NPC あまり水辺の方は来ないんだよね。そしてこれで訪れしたかもしれないから、ちょっと待ってよ。とりあえずサバイバルする上でおいて拠点をやっぱり作るって大事だと思うんですよ。だからとりあえずね、おお壊れちゃった。ちょっと待って、こういうのもねもうね直した方が良さそう。だからもうねこの辺を俺拠点にしようかなと思うのよ。この辺だったらさ、ほら、陸の孤島と言いますか、なんて言いますか、陸の孤島じゃねえ、本当にただの孤島だわ。だからここら辺を拠点にすれば、敵が来た時も水辺でペーって逃げればいいし、とりあえず拠点を作るにあたって、あ、結構重くなってきたな。結構いろいろ取っちゃったな。で、とりあえず、これじゃないんですね。この生産法のこれ、寝泊まりするところがあれば、そこがスポーン、再スポーンになるから、まあ、ここを基準にねやっていこうかなっていう。とりあえずこれを作りつつ、あやっぱちょっと遅くなってんなスピード。あやべ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 、人来ちゃった人来ちゃった、嘘、あこれ全然安全地帯じゃねえじゃん、全然安全地帯じゃない、もうすっげえスライディングして襲ってきた。しかもなんかめっちゃハンマーっぽいの持ってる。やべえやべえ、殺される。ふん危ねえ、このうう痛い、ハンマーはやばい。ハンマーはやばい。しかし、俺よく見たら水結構やべえし。ちょっと待って、まず水飲ませて、水。喉の渇きに殺される。死ぬ。よし。水の中で水を飲もう。水の中で水を飲む愚行。あ、でもね、ちなみにね、俺これ思ったんだけど、ちょっと待って。これね、ここにスロットに記憶させとけばさ、あ、ほら、ここで飲めんじゃん。すげえ、もう水こわ、もう水飲みまくり。しかし、あいつがやべえ。おお、どこにいるかと思ったら、こうなる。あ、なんか変な子引っかかってる。これチャンスだね。この、あ、届かん。よし。ふん。
アンパンチアンパンチ、あ、ダメだダメだ、リーチがリーチが、よし、お、いいぞこれ、いいぞ、ヘッドショットヘッドショット、これこれ、やったー、頭取った、おおおお、転がってく、ちょっと待って、おーし、あ、なんだこれ、狩人のメモ、ワニ、繊維ゲット、繊維ゲット、あれだね、あ、残念、あれは取れないのか、あいつの装備とか取れるんだと思ってた、取れないの、あ、これ取れ取れ、あ、いいねいいねいいね、今人の肉取れたんじゃない俺今、やったー、人肉ゲット、いや、あいつがいいところに挟まってくれたおかげで見事に倒せましたよ、計画通りだね。で、とりあえずここを予定するにあたって、とりあえず早速これ、あれ、これだけ作らなかった、繊維の寝具作らなかった、作れてない、戦闘になったから中断しちゃった、もしかして。でね、あとね、欲しいものとしておそらく料理とかに使うんだろうなっていうもので、どうやったっけな、これこれ、生存の達人ね、水袋今あるからいいけど死んだ時とかなくなっちゃうし、調理や暖を取るための小さな焚き火、これこれこれが多分ね大事なんよ、なのでこれ取って、でこれをね作るわけだ、あ、よく見たら寝具とこれセットされたんかい、ファー、2個作っちまった、まあいいや、とりあえず拠点はもうこのど真ん中でいいや、でここに、ポンって置いて、できた、他のオプションはいいよ、長押し、これ寝れるのかな、あ、再スタート地点で更新だって、いいね、所有者クリックヘン、あ、なるほどね、あ、こんな感じで置くのが、ちっちゃいこれ、ちっちゃいけど、とりあえずまあちょっと寝るとこから話しつつ、この辺にポン、待って、ポン、違う、ポンポン、おお、来た、開けられるってなんだろう、あ、燃料とかある、おお、なんだこれ、生産中とかある、なんか結構なんかややこいな、なんだ、例えばこの辺の肉とか、これをこう、違うな、どうすんだ、1入れる、2物入れる、あ、焼けてる焼けてる、おお、いいぞいいぞいいぞ、これで、でこれができたものだよっていう、そういうことか、あ、おお、生産待ちってよく見たらあるじゃねえか、これでなんかいい感じにこう焼けてってんじゃない、これちょっと取ろうぜ、ほれほれ、あ、いいね、ちょっとサバイバルしてる感があっていいね、でこれを食べるといい感じに回復するのかな、食料ゲージが今結構減ってくから、ユーツ、おお、ちょっとだけ回復した、ちょっとだけ回復した、所詮これか、端肉、ひき肉、なんだろう、端肉じゃちょっと雑魚ってことか、人肉、あ、そうか、人肉焼きはいいじゃん、ういーす、あれ、どうする、どう、ほい、これじゃなくて人肉焼いてみよう、したらもっといい感じかもしんない、これはちょっと取っとこうね、どれどれ、人肉はまだ焼けてないな、あれ、人肉焼けない、マジか、人の肉焼けねえんだ、ちょっとそれは残念ですね、しばらくはこの辺の肉を使えってことか、シェールバッグの卵とかあるけど、この辺もなんかあれかな、いい感じに焼けたりする、ゆで卵になったりする、ちょっと卵を焼いてみよう、卵、あ、でも生産待ちにならねえ、生産待ちにならないとそもそも焼けねえんだ、きっとこれ、そういうことか、ふう、とりあえず食料問題はこれでなんとかなったか、とりあえずここがしばらく拠点やな、で本当は家とかを作りに行きたいんだけど、レベルを上げてね、あ、間違えた、レベルを上げてもうちょっとなんとか生き残っていかないと、この生産学習のやつとかでこういう、なんだこれとかを作れるようになったら家系のやつが作れるはずだから、その前に武器かな、でも武器アンロックするためにレベル上げないと、もうちょっと雑魚たちを飼ってなんとかやりたいところですが、ちょっとその辺までサバイバルしてみるか、また人来やがった、あ、やべえ、今度は2人来た、2人はさすがに無理、2人はさすがに無理、リムリム、おお、どうせお前ら装備くれねえし、お、なんだこれ、なんか泡出てる、うわー、なんか固まる、この辺はどうなの、何も落とさねえな、泡出てるだけか、そういうスポットか、
おほ、このアングルはやべえ。このアングルはやべえ。ちょっとおじさんの股がドアップすぎてやべえ。あ、待って、すぐ人来るもん。早くない？あ、こいつ、武器持ってる。お、やべやべ。いいって。やべやべ、剣は強い、剣は強い、剣は強い。やべ、剣は強い、剣は強い。あれはさすがに勝てねえ。うわー、こっちも人来た。やべえ。ん？あのさ、ワープしてないか？どうなってやがる。今あっち側にいたと思ったらこっち側にいたと。あれ同じおじさんだよな。おお、ちょっとこれ逃げるしかねえ。ウサタン、うー、このウサギ目が怖えんだよな。おお、数少な。もうちょっとあれだな、人間系じゃなくてあの変ななんかあの丸っこいデブみたいなやつ、あいつを もっと借りたい。そしたら多分経験値がもっと手に入るはず。お、なんだこいつ、スライディングしながらなんか普通に歩いてる。なんだろう、この人悪い人じゃない。お、なんか会話できる。お、なんかめっちゃ喋ってるけど、なんか匂いのことにめっちゃ言われてる。臭いのかな。確かに臭そうな顔してるけど。妹ウェイブを学習する。ほう、何かいい人もいるんだね。こういうなんかいい人もいるんだね。ああ、全員野蛮人だと思ってたわ。ちょっと感動した。あ、名前何だったっけ。あいつまだしばらくずっと独り言喋ってるな。怖っ。アルコス、アルコス。アルコス。覚えておこう。うわー、3匹もいる。あー、死んでしまった。やってもうたー。うげー、痛い。おお、足、自分の足が見える。ワニが来る、ワニ、ワニ。ひー、恐竜みたいな感じだな。きっとこの辺の上にいれば大丈夫。ふう、ヒヤヒヤしたぜ。あざー、つま先に食らった、つま先に。いでででで、意外と大丈夫だと思ったのに。ヒュッ、ここなら大丈夫やな。うう、これやっぱあれだよな、俺思うんだけどさ、遠距離系の武器さえあればさ、こういう感じではめれるんじゃねえのっていう感じはするんだよね。あ、逃げてた、逃げてた。ワニやろ、あ、この野郎。こいつ、やばい、やばい、やばい、ワニ怖い、ワニ怖い、ワニ怖い。ワニ痛い、怖い、強い。ノー。くそ、ワニゲーターめ。あいだ。うん、なんとかワニぐらい倒せるようになりてえな。こいつすっげえ追尾してくんな。やべ、死ぬ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 。多分画面も暗かってきた。まずい、動画的にもまずい。ちょっと無理。うお、一旦帰ろう。うお、めっちゃついてきてた。マジか、お前。うわ、スタミナがね、やべえ。うお、死ぬ、死ぬ。暗いしも、影も輝かんし。チェイス、ジャン。お、こっちだ。今チャンス。おら、おら、おら。お、超えろ。うん。スタミナがなくて剣振れない。いい。強攻撃、あれ。強攻撃。やりたい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 。はっはっは。走れ、走れ。ちょっと待って、スタミナの回復も遅そう。大丈夫これ、大丈夫。ちょっと待って、後ろ見たでしょ。よし、暗いよ、怖いよ。松明欲しい、松明。あー、やっとスタミナ回復してきた。きつ、きつ、きつ。よし、こんな感じが、こんな感じが。うっ、よし、うっ。おい、このワニ野郎。もう画面が暗いのが悔やまれ。あー、倒した、ピヨーンって。やったー、画面が暗いのが悲しい。あー、大変だった、こんな野郎。お、すげえ、なんかいい感じの食肉とか。すげえじゃん、すげえじゃん、めっちゃ手に入る。皮もなんか使えそう。てか盾忘れてた。てへ。
勝利の焼肉を始めます。勝利した厚切肉、ジューシーでうまい。どれどれ、早速食ってみますか。ユーズいいんじゃない。てかあれだな、ベッドで多分日をた多分あのなんだこの暗いのから、てかだいぶ明るくなってきたけど、ベッドベッド、あれベッドなくね、ベッドどこ行った とりあえずどっちか、どこ行った、アクション分解、おお、あ、一回死んだらなくなっちゃうとかそういうこと、で時間あの経過とかできねえんだ、明るくなってきたからいいけど、よし、もうちょっとレベル上げてなんとかサバイバルしていこう。